今日は椎茸の肉詰めを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、椎茸の肉詰めを作っていきたいと思います。肉詰めの肉ダネが椎茸から剥がれにくくなる方法などもご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに椎茸の肉詰めの材料をご紹介します。材料はこちらです。椎茸、豚ひき肉、大葉、卵、パン粉、牛乳、片栗粉、マヨネーズ、おろし生姜、鶏ガラスープの素、そして焼くときにサラダ油を使用していきます。ということでね、椎茸の肉詰めはこちらの材料で作っていきたいと思います。椎茸の量に関しましては大きさが異なると思いますので、お肉の量に合わせて用意するようにしてください。そして今回ね、肉ダネの中にね、大葉を加えていきたいと思います。大葉を加えるとさっぱりとした仕上がりになるので、ぜひ入れて作ってみてください。そして肉ダネを柔らかくするポイントが片栗粉とマヨネーズです。こちらの2つを入れていただくと、肉汁を閉じ込めることができて、さらにとても柔らかい仕上がりになります。それでは続いて味付け調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、料理酒、お水、お砂糖、こちらの材料で味付けをしていきます。今回はね、甘辛味に仕上げていきたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきたいと思います。まずはじめにですね、こちらのパン粉を牛乳でふやかしておきます。パン粉を入れて、ここに牛乳を入れましょう。そして混ぜます。パン粉はね、このように牛乳でふやかしていただくことで肉ダネとの馴染みが良くなります。このようにね、ふやかしておいてください。それでは続いてね、大葉を切っていきます。まず茎の部分を揃えて切り落としてください。そしてくるくるくるっと巻いて、そして半分に切って、切り口を揃えて、そして千切りにしましょう。ちょっと太めのね、千切りにしてみてください。千切りにしたら、あとは適当にザクザクっと切ります。大葉をね、このようにざく切りにしてください。続いて椎茸を切っていきます。まずですね、椎茸は軸を切り落としてください。このように切り落とします。そしてこの傘の表面の部分に浅くね、切れ込みを入れていきます。そうすると火の通りも良くなって、かつ味もなじみやすくなります。このように斜めに入れていきましょう。このように切れ込みを入れてください。残ったね、この軸の部分なんですが、こちらは肉ダネに入れていきます。先端の部分は乾燥してるので切り落として、そしてあとはね、適当にみじん切りにしていきます。軸の部分はこのように切ってください。それではね、残りの椎茸も同じようにね、切っていきます。はい、椎茸はね、このように切って準備しておいてください。今回ね、今6個作ってるんですけれども、こちらはね、肉ダネの量に合わせてね、使っていきたいと思います。それでは続いてボウルに卵を溶きほぐします。はい、こちらをよく混ぜましょう。卵に関しては肉ダネの中に半分入れて、もう半分はね、椎茸に肉ダネを詰める時に使っていきます。はい、卵はこのように溶きほぐしましょう。ではね、肉ダネを作っていきます。ボウルに豚のひき肉を入れてください。そしてここに鶏ガラスープの素、あとはおろし生姜、そして片栗粉、そしてマヨネーズを加えます。まずこれだけをね、しっかり揉み込んでいきましょう。大体混ざったら、ここに卵液を半分加えます。こちら大体で OK です。半分入れてください。そしてこちらをしっかりこねましょう。ちなみにね、今回使ってる卵は M サイズです。はい、このようにね、ちょっと粘り気がつくまでしっかりこねてください。そしたら続いてこちらにパン粉と、あとは大葉、そして刻んだ椎茸を加えます。そしてこちらをですね、ふわっとこねていきます。はい、肉ダネはこれで OK です。ではね、椎茸に肉ダネを詰めていきます。まずですね、先ほど残しておいた卵液をこの椎茸の内側に塗ってください。このように肉ダネを詰める前に卵液を塗っていただくと、焼いた時に肉ダネが椎茸から剥がれにくくなります。しっかりね、この溝の部分にも塗ってください。あとこの縁の部分にもね、塗りましょう。
はい、このようにしっかりめに塗ってください。そしたら肉ダネを取ってこの中に詰めていきます。この溝の部分にもね、しっかり肉ダネを詰めましょう。はい、OK です。このように肉ダネを詰めてください。縁の部分なんですが、指でね、しっかり椎茸とお肉をね、密着させてください。はい、こんな感じです。それではね、残りも同じように肉ダネを詰めていきます。はい、全部詰め終わりました。今回ね、先ほど6個椎茸を用意してたんですけれども、肉ダネが少し余って全部で8個分になりました。こちらは椎茸の大きさによって変わってくるので、だいたい6個から8個くらいを目安にしていただくといいかなと思います。そしたらですね、この上に片栗粉をまぶしていきます。そうすることでね、お肉が剥がれにくくなります。あとね、タレの絡みも良くなります。椎茸の肉詰めの準備はこれで OK です。では続いてね、焼く前にタレをね、合わせておきます。まずお醤油、みりん、料理酒、お水、あとはお砂糖を加えます。これをよく混ぜましょう。砂糖のね、シャリという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。タレの準備はこれで OK です。ではね、フライパンで焼いていきます。まずね、フライパンにサラダ油を敷きましょう。一度火にかけます。フライパン全体に油を広げてください。火加減は中火です。そしてこのね、椎茸の肉ダネを下にして置いていきます。気持ちね、押さえつけるように置いてください。そしたらね、お水をだいたい大さじ1杯くらいですね、少し入れてください。そして蓋をして火加減弱火にします。このまま4分ほど蒸し焼きしていきます。はい、4分経ちました。蓋を開けます。そして焼き色をチェックして、いい感じに焼き色がついたら裏返してください。裏返したらまた蓋をして、弱火でこのまま4分ほど焼いてください。はい、4分経ちました。蓋を開けます。それでもう一度ね、焼き色をチェックしてください。いい感じにね、焼き色がついたらまた裏返します。そしたら火加減中火にします。そして先ほど作っておいたタレを回しかけてください。タレを加えたら火加減強めの中火にします。そしてこのままですね、椎茸の肉詰めに煮絡めていきましょう。あんまりね、動かしすぎるとお肉が剥がれやすくなるので、最初はね、あまり動かさないようにね、煮絡めてみてください。このようにちょっとフライパンを揺すっていただくとね、絡めやすくなると思います。これもあんまりやりすぎるとね、剥がれてしまうので、時折ね、やっていただくぐらいでいいかなと思います。タレにね、ちょっととろみがついてくるまで煮絡めてください。大体1分ぐらいしたら裏返しましょう。そしてこのまままた煮絡めていきます。この時も時折ね、フライパンを揺すりながら煮絡めてみてください。あとはね、ちょっと転がしながらね、煮絡めましょう。はい、で2分ぐらいするとね、このようにタレに少しとろみがついてきます。そしたら火を止めてください。これで椎茸の肉詰めの完成です。このようにね、肉詰めが剥がれることなくね、綺麗に仕上がってます。ではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで椎茸の肉詰めの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにですね、肉ダネと椎茸もしっかりくっついた状態で仕上がってます。そしてね、タレもよく絡んで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。このお肉の部分がすごく柔らかいです。そしてこの大葉の香りがすごくアクセントになってます。椎茸とお肉のバランスが最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の椎茸の肉詰めのポイントです。まずですね、椎茸の量に関しましては、大きさによって使う個数が変わってくると思います。直径3センチから4センチぐらいの椎茸で6個から8個ほど作っていただけると思います。こちらの椎茸の量はね、目安にしてみてください。そして肉ダネのポイントなんですが、今回肉ダネの中にマヨネーズと片栗粉を加えてます。この2つを加えていただくと、とてもお肉が柔らかくてジューシーな仕上がり
になります。そして椎茸のポイントなんですが、椎茸はまず軸を切り落として、傘の表面の部分に浅く切れ込みを入れてください。そうすることで火の通りが良くなるのと、あとは味も染み込みやすくなります。そして切り落とした軸の部分なんですが、乾いてる先端の部分は切り落として、あとは細かめにみじん切りにして肉ダネの中に入れて使ってください。そうすることで肉ダネの旨味もアップして美味しい仕上がりになります。そして肉ダネを詰める時のポイントです。肉ダネを詰める時は余った卵液を椎茸の内側にしっかり塗ってください。そうすることで焼いた時に卵が固まって肉ダネが剥がれにくくなります。ぜひこの方法でやってみてください。肉ダネを詰める時もですね、お肉と椎茸の境目のところは指でなぞってね、ぴったりくっつけるようにしてください。そして焼く時のポイントです。焼く時は必ずね、肉ダネを下にして焼くようにしてください。そして両面蒸し焼きしていただくことでしっかりね、火を通すことができます。あとはね、作っておいたタレを回しかけて煮絡めてください。だいたい2分ぐらい煮絡めていただくととろみがついてくると思います。この時ね、あんまりひっくり返したりすると肉ダネがね、剥がれやすくなるので、フライパンをね、時々揺すりながら煮絡めてみてください。今回はね、甘辛味にしてるんですけれども、肉ダネに塩コショウで少し味付けをして、そのまま召し上がっても美味しくいただけます。最後の味付けはね、お好みでやってみてください。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は椎茸の肉詰めを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。